漱石の長編小説。朝日新聞に、大正5年5月26日から同年12月14日まで連載されたが、作者病没のため188回までで未完となった。大正6年に岩波書店から刊行。円満とは言えない、夫婦関係を軸に人間の利口を追った近代小説。漱石の小説中最長の作品である。また、 側転挙手の境地を描こうとした作品とも、返されている。本作品が、他の創籍作品にない特徴として、様々な人の視点から書かれている点、特に女性の視点から書かれているという点がある。会社員の津田義夫は、持病である時の治療のための手術費の苦面に、迫られていた。だが、親は不義理のために金を出すのに難従し、妹のおでから責められる。 津田には、勤め先の社長の仲立ちで結婚した小野部という妻が、いるが、お日ではこれを嫌っている。小野部は津田に愛されようと努力するが、夫婦関係はどこかぎくしゃくしている。津田にはかつて、清子という恋人がいたが、あっさり捨てられ、今は人妻である。小野部にはこのことを隠している。小野部のおじ岡元の行為で、津田の入院費を苦面してくれることになった。津田の入院先に、 かつて、清子を津田に紹介した吉川夫人が現れる。夫人は、清子が流産し当事していることを話し、清子に会いに行くように進める。津田は、結局一人で温泉へ行き、その宿で清子と再会する。清子は驚くが、翌朝津田を自分の部屋に招き入れる。ありがとうございます。